アディル・フセインは、インドのボリウッドやパラレル映画で活動する俳優。海外映画にも出演しており、代表作に、ミッシング・ポイント、ライフ・オブ・パイ、トラと漂流した227日がある。ガンジスに帰る、マイ・ラ・ティケテキの演技を評価され、ナショナルフィルム・アワード審査員特別賞を受賞しており、国内外の様々な言語映画に出演している。 アッサム州ゴールパラのムスリム家庭に生まれる。父親は教師をしており、アディルは7人兄弟の罰子だった。幼少期は学校で演劇活動を行い、哲学を学ぶため18歳で家を離れて、グワーハーティーノビーボルーアー大学に進学した。大学でも演劇活動に参加し、アディルはスタンダップコメディアンとして頭角を表した。 また地元のスタンダップコメディグループのバーやマーマグループに所属し、ボリュート俳優のモノマネをして人気を博した。彼はスタンダップコメディアンとして6年間巡業劇団や映画館で活動し、1990年から1993年にかけて国立演劇学校で演技を学んだ。また奨学金を得てイギリスに留学してドラマスタジオロンドンで演技を学んでいる。 第41回インド国際映画祭に出席するアディル・フセインとプリアンカー・ボース1994年にインドに帰国しアッサム州の移動劇団ヘングルシアターで3年間活動した後にデリーに活動拠点を移した。デリーでは舞台俳優として活動する傍らカーリドティアブジから演技を学んだ。アディルはスリオーロビンド・アーシュラムに所属した後 デリーのディリップ・シャンカールから演技を学んだ。1999年に舞台劇オセロ・エプレイ・イン・ブラック・ホワイトに出演して高い評価を得た。またロイス・テン・アベルのグッバイです・デス・デモナにも出演している。2004年から2007年にかけて反比で演技講師を務めた。この他にオランダのデンハーグにある王立演劇学校。 デリーの国立演劇学校の客員教授も務めた。2004年にイティスラ・キャンタで主役を演じ、ソハーリー・カーンと共演した。また BBC メディアアクション制作のテレビシリーズ、ジョス・ス・ビジェでも主役を演じた。アディルは複数のアッサム語映画に出演し、ビシャール・バルドワジのコミネ・ソナジャインのフォーリアルにも出演し、2010年公開のイシュキアで知名度を上げた。 2012年には、エージェントビノット最強のスパイで、サイ・フ・アリー・カーンと共演し、この他に、ギャンガー、ミッシング・ポイント、ライフ・オブ・パイ、トラと漂流した227日にも出演している。同年に、マダム・イン・ニューヨークで、シュリデビと共演し、レッスンズ・イン・フォーゲッティングでは、ニュージャージー・インディペンデント南アジア映画祭で、批評家から高い評価を得た。また、 マディティア・バッタ・チャールヤの BMW ・ボンベイ・エス・モースト・ウォンテッド・パルト・セング・プタのサンライズにも出演している。2013年にビクラ・マディティア・モトワーンのルテラでラン・ウィール・シン・ソーナー・アクシー・シン・ハーと共演した。2014年にアッサム・ゴエ画、がログ・スリンコル・ローダー・シティに出演し、同年にヒンディー5映画・ゴエ映がカンチ・ ザアンブレイカブルザザポスにも出演している。また、トロント国際映画祭で上映された、汚れた、ミルク、あるセールスマンの告発にも出演し、Z プラスでは、ヒンディー語映画で、初めて主役を演じた。2015年には、ヒンディー語映画、メーンはチャールズ、ジャイホ・デモクラシー、アングリー・インディアン・ゴディスス、タミル語映画、ヤトちゃん、レンガル語映画、 ハーハーバンケッシュに出演している。2016年にパーチット・コサノディに出演し、アビナイデオのフォース2では、ジョン・エイブラハム・ソーナークシー・シンハーと共演している。2017年には、コマンドーにザ・ブラック・マネートレイル・ラブ・ソーニャ・マントラ・ガンジスに帰る・ドバーラ・シー・ユア・エビルに出演しており、2018年には、シャンカールのロボット2.0に出演している。 ありがとうございます。